東京ドームです。読売ジャイアンツ対阪神タイガース、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の戸郷、対するタイガースの先発は右の青柳、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の戸郷マウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは近本。第9球投げました、ストライク。これはしっかりキャッチしていました。第2球ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、1球外した、ボール。第4球は打ちました、ファールボール。第5球投げました、縦のスライダー、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。中野、背番号51。第9球投げました、初球ピッチャーライナーは正面、バッターは3番森下。背番号第9球投げました、ストライク。いきなり152キロ。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、変化球、空振り三振。森下、全くタイミングが合いません。戸郷、上々の立ち上がりを見せています。2回の表、2点を追いかけますタイガースの攻撃。この回の先頭バッターは大山。第9球投げた、ボール。さあ、次の投球投げた、打った、レフトへの当たり、ヒット。大山、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは5番佐藤。背番号8。第9球投げた、直球見送ってストライク。いきなり152キロ。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目。3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、フォーク、空振り三振。バッターは6番前川。背番号58。第9球投げました、決まってストライク。いきなり152キロ。第2球投げました、2球目空振り、これで追い込みました。第3球変化球、空振り三振。前川、全くタイミングが合いません。右バッターボックスは7番坂本。背番号12。第9球投げました、打ちました、初球打ち、打球は三遊間へ、うまくカットした。坂本、ファインプレーを見せました。スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。最後はいい守りを見せてくれました。3回の表、4点を追いかけますタイガースの攻撃。トップバッターは木南。第9球投げた、アウトコース低め、ストレートは外れてボール。第2球危ない球投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク。第4球を投げた、打った、切れていきます、ファール。次は5球目投げた、ボール、内角へ。第6球を投げた、低め、空振り三振。バッターはピッチャー青柳。背番号17。第9球外角低め、見送ってストライク。いきなり152キロ。アウトローを見送ってストライク。第3球打ちました、内野ゴロ。
岡本取った、一塁へ送る、戸郷取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って近本、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。さあ次の投球、投げました、決まった、ストライク。投球はこれから3球目、ストレート見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打ちました、当たり損ない、坂本ボールを取る、サードから一塁送球、アウト、スリーアウト、チェンジ。戸郷この回ピシャッと3人で抑えています。3回の表が終わって4対0です。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは中野、最初のバッターボックスはピッチャーライナーに倒れています。第1球投げました、外角低め、直球は外れてボール。第2球投げました、直球ストライク、アウトローへ、少し迷ったか。第3球打ちました、レフト前進、これはヒットになります。中野ナイスバッティングです。バッターは3番森下、今日の第1打席はスイングアウト、一塁タッチセーフ。第1球投げました、肩のカーブ見送ってストライク。第2球投げた、ストライク、膝元厳しい球でした、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、1球外してボール。第4球を投げた、インコース高めいっぱい、見逃し三振、内角高めいっぱいに決まった。バッターは4番大山。第1球投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク、いきなり152キロ。第2球打った、1、2塁歓迎、吉川掴んだ、1塁送球、おー、戸郷取ってアウト、ツーアウトランナー二塁に変わります。左バッターボックスは5番佐藤、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第1球第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げました、直球決まってストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、低め空振り三振、最後はキレのある変化球、戸郷ナイスピッチングが続いています。4回の表が終わって4対0です。5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは前川、今日の第1打席はスイングアウト。第1球投球これから2球目、流し打ち、どうだ、3塁線、惜しくも切れてファール。投球は3球目、投げました、低め、空振り三振、戸郷見事なピッチングです。右バッターボックスは7番坂本、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れ、打ちました、吉川ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番木南、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました、初球見送ってストライク、いきなり152キロ。第2球投げました、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、1つ外したボール。第4球を投げた、落ちるボール、見逃し三振、戸郷最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって4対0です。タイガース追う展開で迎える6回です。バッターはノイジー。第1球投げた、ストレート決まってストライク、いきなり152キロ。初球空振りから第2球投げた、打ちました、ファール。第3球を投げた、インコース低め、空振り三振、ノイジー全くタイミングが合いません。バッターはトップに帰って近本、今日は三振とサードゴロ、投げた、ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。投げました、打ったいい当たりだ、センターへ持っていった、ヒット、打球が転がっている、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、近本いいバッティングを見せました。左バッターボックスは2番中野、第1球ストライク、いきなり152キロ。第2球見送ってボール。第3球を投げました、内角低めいっぱい、ストライク。第4球を投げました、打った、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、二塁ランナー三塁へ向かう、アウト、ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは森下、ここまで2三振といいところがありません。1球目ストレート空振り、いきなり150キロ、投げました、外角低めいっぱい、ストライク、これで追い込みました。第3球を危ない球、
次は4球目投げました、ボール。投球これから5球目内角高めいっぱい見逃し三振、ギリギリのところに決まった。6回の表が終わって4対0ジャイアンツ依然4点リードを保っています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは大山。第1球投げた、まっすぐ見送ってストライク。初球ストライクから第2球投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、打ちました。岡本取った、岡本自分でベースを踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番佐藤、ここまで2三振といいところがありません。投げた、初球はストライク、いきなり152キロ。1球目ストライクから第2球投げた、打った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番前川、ここまで2打席連続三振。第1球初球決まってストライク、いきなり150キロ。初球ストライクから第2球投げました、肩のカーブ見送ってストライク。第3球は低めのボール引っ掛けた、岡本ボールを取る、岡本そのままベースを踏んで3アウト。戸郷ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。8回の表これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは坂本、今日はサードゴロとセカンドゴロ。第1球第2球投げました、ボール。第3球を投げました、3球目空振り。第4球を投げました、低めいっぱい見逃し三振。バッターは代打小野寺に変わりまして小野寺。第1球投げました、アウトコース低めいっぱいストライク、いきなり151キロ。第2球投げた、ストレートはボール、外角低め。第3球を投げた、3球目空振り。さあ4球目外角低め空振り三振、2者連続三振になりました。ピンチヒッターは原口、タイガース続けざまに代打を起用してきます。第1球投げた、ボール。まずアウトコース低め投げた、決まってストライク。第3球を投げた、打ちました、ファール。投球これから4球目変化球空振り三振、3者連続三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。戸郷ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは近本、タイガース反撃ののろしを上げることができるか。投げました、第2球投げました、打ちました、アルボー。第3球を投げました、インコース低めボール。次が4球目投げました、4球目ストライク、追い込んでから第5球投げました、外角高めいっぱい見逃し三振。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは2番中野。中野第1球投げた、初球見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、ライト前ヒット、クリーンヒットです。中野いいバッティングを見せました。バッターは3番森下、ここまで3打席連続三振。初球空振り、いきなり152キロ。第2球投げた、縦のカーブ、ボール、アウトローへ。第3球を投げた、打った、ファールグラウンドで取りました。ジャイアンツ勝利目前。バッターは4番大山、今日はここまで3打数1安打。第1球初球を打ちました、ショートバウンド取った、セカンドから一塁送球、吉川うまくさばいています。試合終了です。戸郷見事な完封勝利、ジャイアンツ見事勝利です。勝利投手戸郷、敗戦投手青柳でございます。見事な勝利、チームジャイアンツ。
さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。